歯を上に上げるということは、このフェンスを下げるという形になります。では今度はですね、棚板がこういうふうな、側板の間に棚板が入ってくる形になるんですけれども、ちょうど真ん中のところに棚板を、まあ、こう入れてやろうかなというふうに考えてます。じゃあとりあえずまずは何も考えずに真ん中に印をつけましょう。300の長さなので真ん中は150ですね。直角な線を伸ばしてやります。同じくこういうふうにちょうど中心の線をまず伸ばしてやりましょう。でこういう形で入ってくるようになります。でここで注意したいのが基準面ですね。ここが、背中側になります。つまりこういう形でこっちが前になります。なので棚板っていうのはこういう形、背中側に来るように合わせてやりたいというのが、まあ一つポイントですね。はい。で、今こう中心線が引けました。でこういうふうにちょうど中心にこれが来るようにしてあげたいんですけれども、ここに穴を開けるためにビスケットの隅線をどうして、どうつけてあげたらいいかという説明をします。ではですね、これがビスケットのジョインターなんですけれども、ここに赤いラインがあります。この赤いラインから下までが大体のものそうだと思うんですけれども、このマキタの、ビスケットジョインターは、1センチになってます。まあ、厳密に言ったら 9. 何とかそういう形になるんですけれども、それはまあちょっとお手持ちのビスケットジョインターでちょっと何かに端材について試してみてくださいいう形なので、これ取れるようになってます。はい、カパッとダイヤルを回していくと取れますよと。でじゃあここの赤いラインをここに合わせるにはどうしたらいいか。はい、まあもちろん僕は目分量でも全然ありだと思います。なんですけれども今回の場合は1センチ下にビスケットのジョインターの、ベースが来るようにしてやりたいということで、この線から下に1センチ、まあ、もしくはこの端っこから14センチのところに印をつけてやります。結んでやりましょう。でこの時にこの2枚一緒に加工してやりたいです。なんでかというとですね、まあ、バラバラに墨付けするとどうしても人間目分量で墨線がこうなったりこうなったりで誤差があります。はい、なのでこの線を単純に2枚同時に結んでやって、はい、これが基準になります。はい、例えばでまずはこの2つのものを両面テープでもいいですし、こういうクランプでも構いません。こういったもので固定して動かないようにしてあげてください。はい、まあ、ここを基準にジョインターを当てがいますよというのは、決まりました。でここでポイントになってくるのがこの棚板ですね。棚板は背中が基準です。背中側にピタッと合わせて留め付けてやりたいので、ここにチリ段差ができます。だからさっきのみたいに前から4センチ後ろから4センチでこっちも前から4センチ後ろから4センチとやると、この基準線が合ってくれません。なのでこの場合は棚板のようにこういうふうにチリがついている場合は後ろから4センチで、後ろ基準でこうつけてあげるというような形が、注意点ですね。まあ例えばで今の場合だったらこうしてあげましょうか。棚板は同じく後ろから4センチ。もしかするとちょっとビスケットがぶつかるかもしれませんね。4センチ、4センチ。はい。そしたらこれをこう立てて後ろ基準に合わせて、でこうやって上げてもいいです。はい、これでぴったり墨付けができましたね。もしくは寸法を測るという方法もあります。後ろから4センチでこの前から4センチ、つまりそうすると今の場合だったら
100ミリになりますね。はい、ですのでこちら側にも後ろ基準で4センチで後ろから100ミリ10センチのところに印をつけてあります。はい、これをまた伸ばしていきましょう。で今度は棚板はこちら側にビスケットの穴が開きますよという形なので90度折れたこちら側に線を伸ばしてやります。一応伸ばしておいてあげます。はい、これで見やすくなりましたね。はい、こういう形になります。はい、ここの段差の分を注意するという話でした。まあ、そのために今回ちょっと棚板を少し短くしてますよという形です。では準備ができましたのでガイドをあてがっていきます。この1センチ下の線間違えてこの実際につくところに合わせないようにしてください。はい、こういうちょっと厚みのある材料ですね。今回はその加工する材料をそのまま使います。はい、これをクランプしてあります。まあ、両面テープとかでも構いません。じゃあこういうふうにピタッと当ててでこういうふうについてやるというような形になります。かなりだからちょっとやりづらい形になりますね。はい、90度のフェンスにしっかり当ててこのまま電源を入れますよくあるパチンで、電源は必ず設定の時には抜いておいてください。これはもう僕らの教室では徹底してます。はい、では行きます。電源を入れます。ではですね、こういう形でビスケットの線がまっすぐですね、一直線に開きました。はい、で今ビスケット自体はかぶっているんですけれども、これぐらいだったらビスケットここにクリアランスありますんで実際には重なることはありません。はい、ただ近すぎるとぶつかってくるので、そういう時はビスケットをちょっと切ってやるとか削ってやるとかそういうことが必要になります。はい、これで棚板の側板の方の穴は開きました。今度は棚板を開けてあげましょう。はい、でですね、先ほど、側板 と、天板底板っていうのはこの基準面さえ同じであれば別に 6.5 ミリこの半分ちょうどじゃなくても8ミリだったら8ミリで基準面さえ合っていれば問題ありませんよっていう話をしました。なんですけど今度は棚板はちょうど真ん中につかないと、例えばこれが 6.5 ミリのつもりが、まあ、極端な話8ミリになっちゃったとしましょう。こちら側基準で8ミリだったらその分棚板がずれてきます。ですのでより精度の高い加工をしたければ今度は先ほどのように中心を、反対側表側と裏側からついて中心をピタリと合わせてついてやるということが大事になります。で、今度はどちらが基準でもいいですね。きちんとこちらの高さが、13ミリの半分になっていれば全然問題ありません。では行きます。こういう形で棚板側にも穴が開きました。はい、では実際にもうボンドを入れて組んでみましょう。側にも
い、ということでですね、ビスケットジョインターを使って、ビスケットの接合で、箱を作るという、方法をご紹介させていただきました。おさらいすると、そのビスケットジョインターの基本的な使い方の他に、そのうまく精度よく加工する、コツなども、含ませていただきました。で、今、こういうの、今作ったこういう箱は、30センチ角の、細かい、小さい箱なんですけれども、これが少し、大きい棚とかになったとしても考え方は基本同じです。僕らも実際に、急いで作るとか、そこまで強度が必要ないっていう時は、こういうビスケットジョインターを使ってこういう箱を作ってやると、そうするとビスの跡とかも、目立たず綺麗に、丈夫にできますよという形でビスケットジョインターっていうのはよく利用されます。一般的にビスケットジョインターってその板はぎ、板を止め合わせるためのものっていうふうに考えられてますが、こういう箱も組めるということで、またちょっと覚えておいていただければ。で、ですね、その箱組みの他に、今度また、ちょっと紹介したいのが、これを応用して、ラメロという、方法、ビスケットじゃなくてラメロという似たようなものがあります。で、それがすごい便利なので、それをまたご紹介させていただければと思います。はい、では、すごい長い動画で、大変失礼いたしました。はい、できるだけ短く編集させていただきます。はい、ということで、ビスケットジョインターの、基本ということでお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。オスメスがありますよということをまず覚えておいてください。で、これをですね、ここになるようにこう締めてあげます。これでですね、こういう形でしっかり頑丈に取り付くんです。